白いヌナズナにおける ABC モデルの概略図。A クラスの遺伝子は、学変と花びらの形成に影響を及ぼし、クラス B の遺伝子は、花弁とおしべの形成に、C クラスの遺伝子は、湯髄と心側の形成に影響を及ぼす。各遺伝子は特定の2つの R において、そのスイッチがオンとなる。花の発生における ABC モデルは、騎士植物の花の発生を遺伝子の発現調節から、 説明するモデルである。花の発生とは、皮脂植物がメリステムにおいて遺伝子の発現を変化させ、有性生殖のための器官すなわち花の形態を形成していく過程のことを指す。この過程においては次に示す3つの生理学的な変化が起こる必要がある。第1に、植物体は性的に未成熟な状態から成熟した状態に移行しなければならない。第2に、 超短メリステムの機能を栄養成長から生殖成長へと転換させなければならない。そして最後に花におけるそれぞれの器官を成長させなければならない。この書器関係性の過程を分子、発生遺伝学の観点から記述し、モデル化したのが ABC モデルである。ABC モデルは異なる3クラスの転写因子が花の異なる部分で発現することにより、 発生を制御する様式を次のように説明する。ABC モデルは1991年に E 公園と E マイラウィッツによって提唱された。白いネナズナや金魚草などの花の各器官に異常を起こす突然変異体の研究成果に基づいており、その後他の多くの植物に適応できることが示されつつある。 花の構造花を作るメリステムへの文化を引き起こすのは外部からの刺激である。この刺激が特にメリステムの側面における優位と分裂を活性化させ新しい器官の元気を形成させる。また同じ刺激がメリステムに働きかけて葉を作る栄養成長メリステムから花メリステムへの転換を引き起こす。この2種類のメリステムの違いは それによって作られる器官が明らかに違うことは別にすると、花メリステムにおいて作られる器官の配列、すなわち幼女が多くの栄養成長、メリステムとは違って、臨性状になっているということが大きい。つまり、髪型に向かって、学片、花弁、湯髄、心側の順にそれぞれが同心円状に形成され、その間に茎は伸長しない。この各器官が形成される。 同心炎上の場所のことをワールと呼び、最も外側のワールから第一、第二、第三、第四ワールの相互作用の結果である。ABC モデルはこの三つのタイプの遺伝子、すなわち A クラス、B クラス、C クラスの遺伝子が、機関アイデンティティの決定に関わる仕組みを説明する、ものである。詩人、文学者として、有名なゲーテは18世紀に、花を構成する要素は、 葉が繁殖や防御のために特殊化し形態変化してできたものだとする説を唱えた。この説は1790年に表された植物変態論で初めて記された。ゲーテは以下のように述べている。同様にまたおしべは短縮した花びらであるとも、花弁は融水の拡大した状態であるとも言えそうだ。そして学編は形容が短縮しある洗練された段階に近づいた。 ものであるとも、形容は、学編が洗練されていない蘇生の樹液が流れ込んだことによって拡大したものであるとも言うことができるかもしれない。ゲーテが提唱したこの考え方を提唱から200年の時を経た1990年代に、現代生物学の立場から証明することに成功したのが ABC モデルである。ABC モデルが適用される、書き換形成に先立って、 栄養成長期から生殖成長期への移行が起こる。この移行は植物の生命周期における劇的な変化、それもおそらく最も重要な変化を伴う。というのも確実に子孫を残すためには、この移行が正しく遂行されることが必須だからである。その過程は花序のメリステムが誘導され発生することに特徴づけられる。この花序メリステムが花の集合、あるいは場合によっては、 ただ一つの花を作り出すのである。以上のような花の形態形成の開始には、内的要素と外的要素の両方が影響を与える。例えば、この変化が開始されるには、その時点で植物体が一定数の葉をつけていなくてはならず、また植物体全体のバイオマスが一定量に達している必要がある。ある特別な公衆器などの環境条件も必要とされる。 植物ホルモンもこの過程で大きな役割を果たしており、特にジベレリンの働きが重要とされる。この過程を分子生物学的に制御するシグナルは多数知られている。特に、フラリングロク 6-T、リーフィー、そして、サポレッサーオブオーバーエクスプレッションオブコンシュタンズ1、ソック1、アガマスライク20とも、という3つの遺伝子がモデル植物の白いヌナズナにおいて、 火星への転換において一般的で独立した機能を持つとされる。ソック1はまずボックスと呼ばれるタイプの転写因子で高周期、瞬化、ジベレリンに対する応答を統合する役割を果たすとされている。メリステムはあらゆるタイプの細胞組織を生み出すことのできる未分化な幹細胞を含む組織、あるいは組織群として定義できる。 その維持と確率は栄養成長メリステムにおいても過剰メリステムにおいても遺伝的な細胞運命決定のメカニズムによって制御されている。このことはつまりある遺伝子群が直接幹細胞の性質の維持を制御したりあるいは他の遺伝子群が幹細胞の性質を阻害するために負のフィードバック制御を通して働いていたりしているということである。この両者のメカニズムにより フィードバックループが形成され、システムに剣道性を与えている。ウシャル遺伝子と共に、シュトマーエステムリス遺伝子もメリステム領域の分化を抑制している。この遺伝子は肝細胞の分化を抑制すると同時に、娘細胞における細胞分裂を許す。その娘細胞における分化の抑制が解除されれば、そこから明瞭な器官が形成されることになる。 白いヌナズナの花金魚草の花かき関係性の ABC モデルはアメリカの E マイラウィッツのグループ及びイギリスの E 公園のグループがそれぞれ白いヌナズナと金魚草アンターイナムメイジェスでの研究に基づき独立に確立し両者の協調で1991年に提唱されている白いヌナズナはバラ類金魚草はキク類に属し 両種とも4つのワールに4種の価値間を作る。それぞれのワールのアイデンティティは、ホメオティック遺伝子の発言の差によって定義される。すなわち、額は A クラス遺伝子のみの発言によって特徴づけられ、花弁は A クラスと B クラスの遺伝子が同時に発現することにより作られる。B クラス遺伝子と C クラス遺伝子の同時発現は、融髄のアイデンティティを与え、心側の形成には、 C クラス遺伝子のみが活性化している必要がある。また、タイプ A の遺伝子とタイプ C の遺伝子はお互いの発言を抑制し合っている。これらのホメオティック遺伝子が機関のアイデンティティを決定している事実は、ある特定の機能を持つ遺伝子、例えば A クラスの遺伝子が発現していない時に明確になる。白いネナズナにおいては、この結出によって最も外側の R に心側が、 その一つ内側のワールに、おしべのワールが、最も内側には再び心側が形成されることになる。A、B、C クラスに加えて、D クラス、E クラスという補足的な機能を持つ、遺伝子の存在もすでに議論されている。D クラス遺伝子は心側の運命の決定に続いて、廃種のアイデンティティを特定する機能を持つとされる。E クラスの遺伝子ははじめ内側三つのワールにおいて、 カキカのアイデンティティを決定する働きを果たすとされた。しかしながら、現在では E クラスの働きは抗議に捉え直され、4つの R 全てにカキカとしてのアイデンティティを与えるのに働くと考えられている。従って D クラスの遺伝子の働きが失われると、胚臭の構造は葉のそれと類似したものとなり、抗議の E クラス遺伝子が失われるとすべての R に 葉のような構造が見られるようになる。興味深いことに、A、B、C クラスの遺伝子のほとんどに加え、D、E クラスの遺伝子もその産物は、まずボックス型の転写因子である。ペチュニアの花 ABC モデルの構築のための遺伝学的解析においては、花においてホメオティック遺伝子の特徴を知るために、画期間に異常な表現形を示す。突然変異体を解析することが大きなステップで、 あった。それに続き、ABC モデルを裏付けるために、各遺伝子の発現場所を特定するような解析が行われた。鼻の形態に影響を及ぼす、突然変異は極めて多数あるが、その解析ができるようになったのは、近年の進歩である。その中でも ABC モデルの構築に大きな役割を果たしたのは、ある機関が、他の機関が生じるべきところに、 自主的に形成されてしまう突然変異体である。このような変異体をホメオティック変異体と呼び、黄色症状映えで初めて発見されたホメオティック遺伝子と類似の機能を持つ遺伝子の変異がその原因となっている。白いネナズナと金魚草の花におけるこの種の変異体は決まって隣り合う R に同時に影響を与えており、次の3つのタイプに分類でき、それぞれの原因となっている。 遺伝子が A クラス、B クラス、C クラスと分類された。以上の変異体の表現型は ABC モデルを導入することによって説明できる。すなわち ABC の各クラスの遺伝子の各ワールでの発言の組み合わせによって作られる、書き感が異なること、そしてタイプ A の遺伝子とタイプ C の遺伝子はお互いの発言を抑制し合っているため一方の機能が失われると、 もう一方が発言場所を双方することを考え合わせると各変異体における遺伝子の発現と作られる価期間は右の図のようになる。ありがとうございます。